じゃあ今日のですね、YouTuber さん紹介はもう長い間ずっとね、紹介したかったんですけども、やっと紹介することができます。多分ね、私ね、このチャンネルを見始めて1年以上になるんですよ。今日紹介するのはひとみんとさんでございます。まあご覧のように、おそらくね、中学生ぐらいの娘さんじゃないかなと思うんですけども、ご自身の部屋からこうやってダンス放送とかね、なんとか実況っていうのをされてるんですよ。で、私もたびたび見るわけではないんですけども、たまに私のね、YouTube チャンネル、私がログインした時に、サムネイルがドンと出るんで、その時にちょっとサムネイルを見ることがほとんどです。で、実際にライブ放送にがっつり参加することは、まあ一回もなかったですしね。たまに参加してコメントを書いたりとかはするんですけども、本当にそのぐらいなんですよ。まあというのが、私の年齢が年齢なんでね、あんまり私みたいなのがベタベタしても、なんかね、萎縮してもいけないんでね。一応、この同じ YouTuber として応援したいなっていうところでございます。で、ご覧いただいているように、このひとみんとさんね、まあ本当にこう、まあちょっと表現としてはね、可愛らしい娘さんなんですけども、じゃあ人気の出るようなルックスなのかとかね、じゃあダンスはむちゃくちゃ上手なのかっていうと、はっきり言ってそうではないんですよ。じゃあダンスの上手な、VTuber さんっていうのは、YouTuber さんっていうのはたくさんいらっしゃるんですよね。しかも実質からやってらっしゃる中でも、実質でも上手な人っていっぱいいるんですよ。じゃあそういうふうなレベルの高い人の中で、私はそういう人たちに見向きもせずに、なぜね、この人のチャンネルだけブックマークしてるのかってことですけども、それは、こういった方でもファンができるってことなんですよ。そして、このひとみんとさん、やり続けてるんですよね。相当すごいんですよ、これが。チャンネル登録が今ね、948名ってことなんで、多分ね、この年の単位で活動をこまめにやっていて、チャンネル登録が1000人超えないっていうことは、まあそんなに目立っていないっていうことだとは言えるんですけども、でもね、やっぱニコニコの方にもこうやって出してらっしゃいますし、それから見てください、視聴回数決して多くないでしょ。だから数字的には全然走ってないんですよ。でもこの方は続けてらっしゃってね、まあいろんなコスチュームとかもチャレンジしてるんですよね。で、背景にも一応こうね、そんなにたくさんのコストをかけてるわけじゃないですけども、気を使っていたりとかして、で、まあ、いつもね、踊る格好もこれ1個じゃなくて、まあ、コスチュームもいろいろと変えてるんですよね。まあ、その中で、できる限りの挑戦をして、ファンの方との対話を大事にしてってところが、やっぱり、速化塾をやっていてね、やっぱりどんな YouTuber さんにも見習ってほしいとこだなと思います。まあ、一言で言うと、この子でもやってんだから、あなたはできるでしょうってことなんですよ。別に、このひとみんとさんを低く見るわけではないんですけども、何かね、このひとみんとさんは儲けるためにやってるわけではないと思うんですよ、少なくとも。もちろんお小遣い増えればいいなぐらいに思ってると思いますけども、でも一番はやっぱ自分の姿をこうやってね、YouTube で出すことによって、なんか誰かにね、応援してもらいたいってのもありますけども、まあ、誰かをこう元気づけたいみたいなところがあるんでしょうね。はっきりとした動機は聞いたことないんですけども、でも続けてるわけですよ。だから私たちがビジネスね、お金を稼ぐためにいろんな理由つけてやらなくなるんですけども、でもこういったね、女の子でもやってるわけですから、できないことはないんじゃないかなと思うんですよ。むしろ私たちがこういった女の子に、YouTuber としてね、どうやったら稼げるのかとかね、どうやったら自己実現できるのかっていうふうなアドバイスをしてこその、やっぱり、まあ、大人の役目なのかなと思いますんでね。負けないように頑張っていければなというところです。それじゃあ URL は概要欄に貼っときますんでね、もしよろしかったらたまに見に行ってあげてください。少なくともチャンネル登録はしてください。今948名ですから、この放送が終わってね、私が気づいた時には1000名になってるように、少なくとも950名にはなってるようによろしくお願いします。では以上です。ひとみんとさん頑張ってください。